my knife. これどこのアウトだろうね。It's like a samurai sword. Yeah. Yeah. How do you say katana? Katana. Katana. Isn't katana sword? Katana. Katana. I may have a quinoa. Oh, can I pick? How many can I pick? Oh, really? Okay. Oh, yes. But quinoa, yes, please.Anything else? No. That's it. Okay, so I will... the red one? Yes. Pepper sauce and... I was gonna say... Let's see. We have ginger sauce, sesame sugar, sesame sugar. Oh, ginger wasabi sauce. Nice. Oh, you took my... Oh, I took you. Oh, and then you put it here, and then we... Yeah. Oh, yes, 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 yes. Yeah. We can do that too. We can do it too, definitely. Say hi, like that. No, I don't talk. I always put the music on it. Yeah, so just don't worry about this. Here, music is better, right? Thank you. Mm-hmm. You're such a supporter. It's fun. I never did that before. Oh, really? Nice. I like that. It's fun. Oh, mine's really good, by the way. It's a jasmine. Is it from Japan? I don't know what that is. Oh, Pokka. I think Japanese company. Oh. And what is that? Oh, that looks yummy. The ginger, pickle, and spicy, salmon, and cucumber. Cucumber, and seaweed salad, and then... You're all about the spicy tuna. Yeah. You're all about spicy tuna. シャワー浴びました。今使ってるのがこのフェイストナーなのね。でこれは、自分の顔にもつけるし、あと自分の息子のお尻拭き用にも使ってるトナーなんだけど、これ
か、最近このトレジャージョージュ、トレジャージョージュ、トレジャージョージュの、ローズウォーターフェイストーナーっていうのを買ったのね。で、試してみようと思って買って、っていうのも、こっちさ、なんていうの、こういう感じで出てくるのよ。で、これはスプレーじゃない？だから、スプレーは、ほら、化粧終わった後に、化粧の上からスプレーするのとかが好きだから、スプレータイプの欲しいと思って、それでスプレーのも買って、まあ、トレジャージョージュ見つけたから試してみようと思って使ってるんだけど、全然気に入ってます。大好き。そしたらとりあえずこれを顔にスプレーするじゃんか。で、次に、つけてるのがアンダーアイクリームなんだけど、アンダーアイクリームは、バナナクリームっていうのを使ってたのね。で、それも切らしちゃってるので、今日私のお友達、彼女の名前ジーっていうんだけど、ジーとハンガーアウトしてきたじゃんか。私の誕生日だって言ってディナー連れてってくれたのね。で、彼女が誕生日プレゼントくれたの。それがもう一つくれたので、両方ともコリアンビューティーのやつらしいんだけど、これをまず使っていこうと思います。今とりあえず化粧水終わったじゃん。したらちょっと一番初めからこっちをこれ使ってみよう。で、後ろがもう韓国語でさっぱり読めないけど、これはじゃあちょっともう新しいね。なんか四角いよ、四角いよ。多分ここにこうやって塗れるように四角くなってると思うんだけど、私は指で取っちゃいます。 OK。 前も言ったけど、この目の下とか目の下とかにつけるときはね、この中指が一番、指の中で優しい指と言われてるって。だから私が専門の美容の専門学校行ってた時も、スキンケアももちろん習ったんだけど、この指を使えと言ってましたよ。 OK。 で、この目元にはなんでアイクリームを使うかっていうと、なんでモイスチャライザーじゃダメでアイクリームなのっていうと、目の周りの皮膚って体の中で一番薄い皮膚なんですよ。だからモイスチャライザーとかだとちょっと重たいのね。だからアイクリームと呼ばれている、ちょっとこうアイクリーム目元用に作られた、専門に作られたクリームが一番まあ効くと言われてるんですよ。なんかね、いいね、しっとりしてる感じ、なんか浸透してくリッチな感じ、でもすごい重たすぎないリッチさ。見て、なんかへこんでるのわかる。これさ、朝はピーンって感じなんだけど、夜になると疲れてこういう感じになってくるの。はぁ、30代、やばいよ、こうなってくるんだよ。 OK、 今目元やったじゃん。そしたらね、ちょっともうエキサイティー、私が今最近使ってるスキンケアはほとんど多分皆さんまだ見たことがないし、見してないから超楽しみだ。じゃん、匂いもいい感じ。次に使うのはこれ、オーディナリーっていう、ダ・オーディナリーっていうブランドのやつなんだけどね。これセフォラを見てたらね、ある日スキンケア、まあそろそろいろいろ買わなきゃだなと思って、セフォラのウェブサイトチェックしてたらこのブランドが出てきたので、値段見て二度見したんだけど、普通さ、例えば化粧品、スキンケアのセラムとか言っても20ドルぐらいで買えないじゃん。スキンケアのセラムって、大体セラムって一番いいものが入ってて、なんていうのかな、美容液だからね、ものすごい高いものなの基本的に。なんかもう最低でもまあ50ドルぐらいからスタートしたりとかするじゃないですか、スキン用の美容クリームって。だけどこのブランドのやつは全部だから5ドル90セントとか9ドル90セントとかそんな感じだったのね。で、あれ、これゼロが1個足りないんじゃないかなと思って二度見して何回も確認したけど、でも5ドル90セントとかそんな感じの価格だったので、何このブランド、すっごい気になると思って、専門時代の私コスメトロジーだったんだけど、エステティシャンの子
に連絡したの。彼女はセフォラだったかな、彼で働いてるから。でこのブランドさっつって言ってさ、何あれ、何なの、ちょっと詳しく教えてみたいな感じで言ったら、いい質問してくれましたみたいな感じで言ってくれて、なんかそのブランドはこれね、オーディナリー、ザ・オーディナリーっていうブランドかな。なんで安いかっていうと、とか言って、でもまあとりあえずまあものすごくレビューがいいのよ。で彼女がなんでレビューがいいのに安いかっていうと、みたいな、この会社はその例えばさ、セラムって化粧、あ、美容液って言って売ってるもの、これまあそうなんだけどね、って言ってもその美容液の商品として必要なものを最低限にしか入れてないから、だからその価格で売られるものなの、みたいな。だからさ、他の例えばブランドであのセラム何が入ってるかって見ると、例えばこの匂いをね加えてみたりとか、色を加えてみたりとか、なんかそういうさ、ちょっとこう最悪正直言ってそこまで必要じゃないよみたいのも結構こう組み重ねてって、あ、いい匂いがするね、あ、触り心地がいいとかさ、まあ、そういう感じで売られてるわけよ、大体ね。だけどこのブランドに関してはその必要最低限のものしか入ってないからさ、あの内容のあの材料っていうのがすごい少ないわけだから、その価格で出せてるんだよみたいな。でもものすごくいいものだよつって言ってくれて、じゃあ気になる、じゃあなら買わなきゃみたいな。それ でもちろん自分が買うもの、この先買うものに関しては、プレゼントとかは別として、これから買うものとかに関しては私はなるべくそのアニマルテスティングしてないやつを買おうとしてるんですね。動物のテストをしてないやつを買おうとしてるんですね。でこの会社もそうだったの。だからチェックと思って買ってみたのね。ハイアルロニックアセット2% と、あと B5 っていうのが入ってるんだけど、このハイアルロニックアセットって何かっていうと、私プロナウンス変だと教えて、何かっていうと、はい、そのさ、あのものすごく保湿をしてくれるフォーミュラがウルトラピュアなやつが入ってんのよ。だからものすごくなんかこのハイアルロニックアセットっていうのは、あのいろんなさ化粧品のいろんなスキンケアの原材料の裏側を見るとそれが入ってるのね。そのハイアルロニックアセットっていうのが入ってるとものすごく保湿してくれるっていうあの材料なわけで、それがまずメインなの、これ。でそれにプラス B5 っていうのが入ってるんだよ。で、このブランドものすごくいろんな種類出してたんだけど、とりあえずあの私の肌で探してるのをまずとりあえず保湿してくれるものが欲しかったのね。だからこれを美容液として、ものすごく保湿してくれるものとして買ったの。だからこれが私の美容液です。でそれにプラスなんかそれとあと同じブランドでこれも使ってるのね。でこれはね、何かっていうとビタミン C が 30% 入ってるのよ。でテクスチャーがシリコンタイプなのね。でこれは何で、あ、ウォーターフリーって書いてある。でこれは 何にいいかっていうと、ビタミン C ってお肌に 何がいいかっていうと、あの例えばこうシミによく効いてくれたりとか、あとあのさ、私20代の後半に、私アメリカに来たのが自分が24歳の時だったんだけど、それからスキンケアをアメリカのものに変えたから、まあ、ものすごく肌が荒れたんですよ。でその時にやっちゃいけないんだけど潰してたりとかしたのね。だから結構お肌もこうやって見ると分かんないかもしれないけど、本当によく見るとさ、ガタガタしてるところあるわけ、潰しちゃってたから昔。でそういうガタガタしてるお肌の悩みを何が解決してくるかっていうと、ビタミン C なんですよ。でこれはもう本当にそれこそビタミン C がシリコンテクスチャーとして入ってるものなのね。でそれをだからなんていうかな、まあほらシワがある人とかそういうデコボコが気になる人っていうのはビタミン C をそこに直接加えてあげるといいんですよ。だからこれをその気になるところに塗ってみたいな。でこのあのセラもありますね。これを顔全体に塗るっていう感じ
で、とりあえずこのアンダーアイが終わったじゃない。だからこれ本当シリコンタイプで超強いので、これをこの眉間のシワのところにつけるじゃんか。で、これはすごいテクスチャーが強いから、なんか裏にね、もしちょっとテクスチャーが強すぎて嫌な場合は、自分が持っているセラムとかモイスチャライザーで伸ばして使ってくださいって書いてあるんだけど、私はこれをこのままこういう感じでつけていきます。この頬の部分だね。イエース、こういう感じつけるじゃない。これもちょびっとだけ取ってあげるのね。で、この2つのブランド、この2つの商品は先ほど説明したみたいに安いわけ、安いんだけど、セフォラのオンラインにしか今のところ取り扱いがなくって、でもものすごくレビューもいいし、すごいいい商品なのね。だから超おすすめです。なんかもしかしてアメリカにまだ引っ越してきたばっかりのさ方でスキンケア探してる人、私の肌はさ、その今までいろいろ試してきて慣れてきてるっていうか、年齢もあると思うけど慣れてきてるのね。だからこれをいきなり変えてつけたところでバーって荒れることとはなかったんだけど、ほらもうピュアピュアピュアなものしか入ってないわけじゃない。だから人によってはちょっとそれが逆に敏感すぎちゃって、肌が敏感になりすぎちゃうかもしれないし、ちょっとそこら辺はわからないけど、私はすごくおすすめです。これ超おすすめ。これとこいつは超おすすめ。この2つなんてほんとちょっとしか使わなくていいのね。だから超おすすめでしょ。で、今美容液したじゃん。でしたらそれでね、それで、あ、モイスチャライザー、そう。で、私が今まで使ってたモイスチャライザー、ここに載せておきます。ティン。これなんだけど、私、このブランドをずっと使ってたの。2年ぐらい。で、気に入って使ってて、何回も何回も使い回してたのね。使い回してた？なくなっては買ってたの。で、私もバカなんだけど、絶対にアニマルテスティングしてない会社だと思ってたんだ。なんでかよくわかんないけど、てかそういう風に聞いたんだよ、私人のせいにしてくる、聞いたの。あれ、なんか自分の目でそういえば確かめてないなと思って、っていうのも私がセフォラに帰った時に、その店員のお姉さんがこの会社はアニマルテスティングしてないからって言って、でそれでそれからずっと買い続けたね。だけど改めて調べたらさ、アニマルテスティングしてるわけ、してる会社だったの。だから、あーと思って、私多分皆さんに間違った情報を教えてしまってたかもしれないんだけど、そう、アニマルテスティングしてる会社だったから、まああれはもうなくなったので全部使ったので、今ちょうど切れたところで、でだから正直買いに行かなきゃいけないんだよ、買いに行かなきゃいけないの、マジで。なんか本当に明日にでも買いに行かなきゃいけないのね。だけど今のところとりあえずこれで、最近のスキンケアとか言ってんのに、この今代用して使ってるやつを見せてんだけど、これ今これを使っております。何回か試したことあったんだよ、自分でも。で、なんていうの、肌が荒れることもなかったし、肌も正直にこう吸い取ってくれてるし、まあすごい私には向いているモイスチャライザーなのね。だからこれを一番最後に顔にのせます。なんか人によって順番がどうやったらいいのって思っている方、まず化粧水使用したら一番初めにつけるものはセラム、化粧セラムか、アンダーアイクリームっていうのも、アンダーアイクリームっていうのはここじゃん。で、ここはもうモイスチャライザーも美容液もつけないところなんで、ここアンダーアイクリームだけなわけ。アイクリーム、アンダーアイクリームっていうかアイクリームだけだから、まあ美容液先にしろ、アイクリーム先にしろ、まあ、とりあえず目はつけるじゃん。そしたら私は美容液を顔全体につけて、まあ、私この2つ美容液じゃない、こっち全体につけて、こっちはその気になるところ、なんかこうデコボコが気になるなとかいうところにつけてみたいな。で、
仕上げにモイスチャイザーでバーッとつけるんだけど、モイスチャイザーは美容液とかをこうやってロックしてくれるものなの、そういうお仕事をしてくれるものなのね。だからモイスチャイザーを一番最後につけてロックみたいなっていうのは大事だから、今モイスチャイザーつけてじゃん。だからこれで終わりだ。でたまにあのオイルとか足したいときは美容液やった後とかにオイルして、でモイスチャイザーその後につけてみたいな感じですけど、これが最近の私のスキンケアルーティンでございます。で次に何のモイスチャイザー買おうかなってちょっとそう今考えてるんだけど、まあ本当今夜にでもセフォラ あのウェブサイト行ってちょっと見てみなきゃって感じだけど、私がモイスチャイザー買うときにフォーカスするのは、まず一番初めにちゃんとハイドレーションしてくれるか、ちゃんとこうしっとりと浸透して長くあの何保湿してくれるか、保湿力が強いかっていうのと、老化防止っていうのエンタイエイリングがちゃんと入っているかっていうのかな。あとそれにプラス例えばビタミン C みたいな、さっきみたいに入ってたりとかしたら嬉しいけど、とりあえずセフォラ行くとね、こうやってチェックするマークがあるわけ、うん、自分の悩みに合わせてその商品がこう出てくるようにチェックする場所があるんだから、例えば30代前半とかさで、エンタイエイリングチェックみたいな、で何ハイドレーションチェックみたいな感じでチェックしてって、でこう出てくるのをちょっと見ないとって感じなんだけど、最近のスキンケアそんな感じでした。で皆さんおやすみなさい。明日は私の誕生日。こんにちは皆さん、今日は何の日でしょう。今日は私の誕生日です。32歳になりました。ありがとうございます。でね、今日は普通の日を過ごしてるの、普通の日を過ごしてるの、朝娘とあのベイビー連れて買い物に行ったの。トレーダージョーズに行ってちょっと足りてないものを選ん でレジに行ったのね。でそしたらそこにいたレジの方、初めて見た人だったんだけど、女性で、なんか今日スペシャルなことあるみたいな感じで言われたわけで、今日は娘たち連れてライブラリーに行って、で、そうだ、私の誕生日だ今日って言ったわけ。でそしたら、とか言っていきなりいなくなったのね。で、まあ、どっか行っちゃったと思って、でまだレジの途中だったから待ってたら、お花ね、これを持ってきてくれたので、どうぞって言ってくれて、くれるのいいのとか言ったら、うん、いいんだよとか言って、で、あなたお花好きそうだしって言ったわけで、なんでわかんない、私花大好きだしみたいな、なんか特に今日なんてこんな真っ黒の服着てたから、なんでと思ったんだけど、あなたお花好きそうだしいいわよとか言って、あの私たちこうやってあげるの許されてるからって言ってくれたわけ。超可愛くない？ハッピーバースデーって言ってくれて、で、この花もらったじゃん。でね、図書館行って、子供たちのストーリータイムとか行って、図書館で遊んで、でそれで、あ、そうだ、その帰りになんかスターバックスのアップがあるのね、あのアプリが私の携帯に入ってるんだけど、あのそれをさ使ってる人は自分の誕生日になるとスターバックス何でもタダでもらえるわけ。何でもタダでもらえる、1個だけなんだけど、サンドイッチでもいいし、どんなドリンクでもいいし、タダでくれるのね。だからさっきそれでもう一番大きいベンティの、ジカフのカーメルフラペチーノをもらってきて、なんかもう、ああもうすでにこんなになんていうのかな、なんかもうお祝いしてもらっちゃったみたいな感じ家族は普段通り仕事に行ったり学校に行ったりみたいな感じなんだけど、だからそんなスペシャルなこと別にするわけじゃないんだけどね、お友達からおめでとうの連絡もらったりとか、あと昨日 G がディナー連れてってくれたし、すごい楽しかったしね。で何かスペシャルするとしたら、私が気に入って行ってる、ベーカリーのお店があるの、まあ、そこでコーヒーいつも買って、なんかち
ちょっとクッキー買ってみたいな感じで、その後、まあライブラリーの近くにあるから、まあ、よく行くところなんだけど、そこのベーカリーすごい美味しいわけで、そこのバースデーケーキが欲しいってうちの旦那にお願いしてたから、そこのまあケーキもらうじゃん。で、あとシーフード食べるのは今夜、あの私がエリソンが生まれた日に食べてたようなああいうカニの美味しいやつを今日食べる。もうそんぐらいなのね、スペシャルは。で、旦那さんに誕生日プレゼント何をお願いしたかっていうと、指輪を旦那さんにお願いしたのね。で、それがヨーロッパの方の会社でしか見つからなくって、欲しいデザインのやつが。だからまあそれが今オーダーしてるんだけど、結構時間かかってるから3週間から5週間かかるって言われてるから、まあ、それが届くの待ちみたいな感じ。まあ今日は届かないだろうけど、まあちょっと多分時間かかるけど、今日はそんな私の誕生日です。手作りのバースデーケーキ。このバースデーケーキ、その私のお気に入りのベーカリーで、あのオーダーして作ってくれたんだけど、アメリカのケーキじゃなくって日本式の、あのホイップクリームなの。あのバタークリームじゃないわけ。あー超嬉しいんだけど、マジで。今さ、旦那があのディナーをちょっとピックアップしに行ってくれてんだけど、うん、日本式の生クリーム超うまい、やばい、あ超うまいんだけど食べたい。待たないと家族を。今息子はあの体操のクラスに行ってて、でうちの旦那はディナーをピックアップしに行ってくれてて、今日のディナーはそう、あのシーフードカニを食べる予定だったんだけど、ちょっとあの取りに行く場所がちょっと遠いから、もうカニは明日にしようってなって、今日はコリアンフードをオーダーして、うちの旦那が取りに行ってくれてます。私はちなみにユッケジャングを食べますよ。ベストバースデーエバー。今日お仕事します。朝数時間だけ。ちょっとお仕事終わったけどさ、何がこう頭に来るかってさ、パソコンのストレージだよね。パソコンのストレージがないわけ、全然。だからさ、何？暑いね。なんかビデオができても、パソコンのストレージがないから時間がかかるんだよね。インストールするのもそうだし、どっかにセーブするのも隙間がないわけ。隙間がないか、パソコンの中に隙間がないから、ハードドライブっていうのを使ってるんだけど、もっと大きいギガのハードドライブ買わないとって感じ。あー、そうだよ。だからね、そこを解決すると、もっともっと私の更新のスピードは速くなると思うわけ。もっとできてすぐアップロードできるんであれば、 YouTube にもっともっと速くなると思うわけ。更新する頻繁度が増えると思うんだよ、そのストレージのエッシュをちょっと解決すれば。Oh man! Oh my god! Okay. お家帰んないと。家にご飯しかないんだよな。
man. YouTube やってる人みんな同じエッシュあるでしょ。ストレージないじゃん。ある人いるよ、いっぱい。ストレージがないのよ、もう。ハードドライブ買わないと。OK, well. お家帰ろう。いいや、もう。納豆ご飯でいいや。納豆ご飯でいいや。納豆ご飯食べよ。娘も納豆ご飯大好きだし。